こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、まあ、時には10分ぐらいかかるというようなことで、世界文学の名作や作家や詩人について僕の独断と偏見でいろんなことを語っていくチャンネルです。まあ、世界一わかりやすい世界文学入門だと思っています。まあ、面白かったなと思っていただいたら、グッドボタンがこんなのがあるので、ぜひ押してもらうと今後の励みになります。はい、今回取り上げるのは、コナン・ドイル作「シャーロック・ホームズ」です。はい、シャーロック・ホームズを語る資格は僕にはないと思うんですね。というのは、シャーロック・ホームズってのはもうめちゃくちゃファンがいてですね、まあ、アメリカではシャーロック・キアンというですね、もうこうサークルがあるわけですね。シャーロック・ホームズを信奉し、敬愛する人たちをシャーロック・キアンと言います。で、イギリスでは確かですね、ホームジアンっていうんですかね、イギリスではシャーロック・キアンと確か言わないんですよね。でもなんかいかにもイギリス人がシャーロック・キアンって言いそうですけど、確かホームジアンっていうんですよね、名字の方をイギリスでは取るんです。で、まあ、どっちもやること一緒なんですね。で、シャーロック・キアンの人たちが、どれぐらいシャーロック・ホームズを愛してるかというとですね、例えば、シャーロック・ホームズが生きてるのは何年から何年、まあ、1800何年から1920年ぐらいか、よく知らないんですけど、そのまあ何十年、70年ぐらいの間にですね、1888年の12月1日にシャーロック・ホームズが食べた夕食は何だとかですね、言えるんですよ、シャーロック・キアの人って。すごいですよね。そしてその時に食べたアヒルの丸焼きは誰が調理したかとかですね、胡椒はどれぐらい振りかかってたかとかですね、そんなことを研究する人たち、まあ、こればっかりじゃないですけどね。で、ワトソンが何回結婚したかとかですね、シャーロック・ホームズはどこでバイオリンを習ったかとかですね、まあ、本当にですね、短編がたくさんモームが書いて、モームじゃない、すいません、前回モームですけど、時間的には一緒に喋ってるんで、すぐちょっと前にモームのことを喋ってるんで、ごちゃになりました。まあ、とにかくですね、シャーロック・ホームズの、膨大な短編連合、まあ、長編もね、4つの署名とか、タスカビル家の犬とか、もう一個なんかありましたかね、長編もあるんで、まあ、それ全部のシャーロック・ホームズの出来事を逐一もうね、細かく取り上げて、整合性が取れるようにするんですよ。まあ、別にコナン・ドイルは整合性取るように書いてないから、バルザックの人間喜劇だったらですね、整合性が取れるんだけど、シャーロック・ホームズは整合性が取れないから、そこでまた議論になるんですね。これはどっちが正しいか、別にどっちでもいいか、適当に書いてるだけなんですけどね、シャーロック・キアンの人たちはですね、この1821年、じゃない、1892年の5月8日じゃなくて、1892年の6月5日のことに違いないんだ、なんで1ヶ月ずれたんだろうとかですね、こんなことをけんけんがくがくいい大人が延々としゃべるのがシャーロック・キアン。しかもシャーロック・ホームズのこうパイプと帽子とマントしてですね、そんな格好して語り合うのがシャーロック・キアンなんですよ。だからシャーロック・ホームズを語る資格があるのはシャーロック・キアンの人たちだけで、僕は語れないんですけど、喋ってますけどね。それでまあ僕はですね、まあ、大学に入る前に1年間浪人をしまして、親に迷惑をかけましたが、浪人生活の間に、まあ、予備校の寮に入ってですね、なんか面白くもなんともない生活をしてたわけですね。そこでシャーロック・ホームズと出会ったんです。で、これがね、もう面白かったんですね、当時シャーロック・ホームズを読むのが。もうシャーロック・ホームズの世界に入ると、ここが俺の本当の居場所だみたいなね。今時で言えば、アマゾンプライムビデオで毎日アメリカのシーズン5ぐらいまであるやつをですね、ザーッとこう見続けるとね、もうその世界に没頭する、あの感覚をシャーロック・ホームズの本でやってたんですね。本でやるとね、人間性が 向上するような気がするんですけど、アマゾンプライムビデオでアメリカドラマもうずーっと見ても何も変わらない人間はみたいなね、韓流ドラマ50巻100巻見たって何も人間は分かりませんけど、シャーロック・ホームズをずーっと読むとですね、人間変わるんですというのが僕の主張ですけど、反対意見もたくさんあると思います。で、シャーロック・ホームズを読んで思ったのは、今でも覚えてるのはですね、とても難解な事件を解決に行くときに、まあ記者に乗るんですね、当時のね、イギリスの記者に。で、記者に乗るとですね、もうその記者に乗るまでカンカンガクガクワトソン君とこう喋っていたのにかかわらず、突然別の本を読んで、なんか普通に本、読書にふけるんですね。で、ワトソンが、ホームズは懸案事項があっても、こうガラッと気分を変えることができるって書いてるんですよ。つまり、で、ホームズはその時ワトソンに言うセリフが、活かしていてですね、今この電車の中でその件について我々には全く何もできないんだから、考えてもしょうがないから、まあ、別のことを考えるって、これは人生の生きる秘訣ですよね。明日
明日なんかこうクレームのお客さんのところに行ってもう散々怒鳴られて謝らなきゃいけないみたいなことは、そういう約束が決まっていてもですね、夜の8時から12時に何にもできないわけですね。その明日の朝の10時から12時までおそらく怒鳴られるであろう出来事が決まっていたとしても、その前の日の夜の8時から12時はそれについて何もすることができないから、シャーロック・ホームズだったら普通にバイオリン弾いて普通に楽しく暮らすんでしょうね。まあそんなシャーロック・ホームズ的合理主義的精神というのをですね、学んだと思います。そして、だから僕は当時、福岡のですね、パルナシウスの会というですね、当時でも40年ぐらい続く巨大な詩の同人誌があって、シャーロック・ホームズの安定感みたいな詩とかエッセイをね、確か書いたような気がします。それだけですね、シャーロック・ホームズに影響を受けましたね。今でもあれは推理小説なんですけど、初めて読んだ時はあ、こうなるのかっていう面白さなんですね。筋立ての面白さなんですよ。で、普通の推理小説はそれで終わるんで、西村京太郎さんを再読することはできません。まあ、少なくとも僕にはですね、多くのミステリーとかは、松本清張の点と線ぐらい文体がうまくても、まあ、なんかいまいちね、やっぱね、筋が知ってるものを何度も再読できないんですけど、シャーロック・ホームズは驚くべきことに、シャーロッキアなんて100回も1000回も読むわけですね。で、僕もですね、ストーリー知ってるのに、やっぱり5回、10回読むわけですよ。これはシャーロック・ホームズの世界に入るっていうことがね、大事なんですね。だから本当にシャーロック・ホームズって不思議な世界ですね。で、最後にちょっと余談を2つ言うとですね、まず1つはですね、作者のコナン・ドイルはシャーロック・ホームズを必死に書いてたわけじゃないんですよ。コナン・ドイルはスピリチュアル大好きな人で、スピリチュアル研究をしてたんですね。シャーロック・ホームズは片手間に書いていたというですね、片手間に書いたシャーロック・ホームズが、まあね、世界の作家っていう時にコナン・ドイルって書かずにシャーロック・ホームズって書いてしまいそうですよね。それだけもうキャラが立ってるっていうすごいことですけど、あともう一つ逸話があってっていうか、まあT.S. エリオットってね、まあ、アメリカからイギリスに帰化した20世紀最大のヨーロッパの詩人じゃないかと思うんですけど、 T.S. エリオットが、詩とはあなたにとって何ですかっていうなんか雑誌社かなんかのインタビューに答えて、ワトソンがですね、ちょっと違う筋、まあまあこの筋でいきましょう。ワトソンがこうシャーロック・ホームズに頼まれて、なんかどっかの廃屋の家を見に来てですね、廃屋じゃなかったかもしれないですけど、その家の景色を言うんですね。その家の壁には緑色のペンキが塗られており、その緑色のペンキは赤色とうまく混合していて、まるでハーモニーを成しているようだみたいなことを、まあこうじゃないんですけどね、こんな雰囲気のことを言うわけです。すると T.S. エリオットがちょっとね、プゼントした表情でこう自分で言ってるんですけど、自分で否定するんです。詩はやめろワトソンと、シャーロック・ホームズがその小説の中で言うんですね。詩はやめろワトソンとね、言うんですよ。で、それをそのまま引用して T.S. エリオットは、詩はやめろワトソン、私がそれは私が一生を通して一生かけてやろうとすることなんだからって言うんですね。かっこいいですね、 T.S. エリオット。シャーロック・ホームズから引用して自分が詩人なんだということをインタビューでバシッと答えたというようなことでした。はい、ということで、非常に長く喋ったような気がしますけど、私は実はシャーロック・ホームズは大好きでですね、今でも全巻持って時々読んでるぐらい大好きなんです。はい、シャーロッキアの人に比べればひよっこですけども、読んだことのない人に比べれば相当シャーロック・ホームズについては詳しいですよ。ちょっと今日はね、なんか今日はハイになってシャーロック・ホームズについて喋りました。はい、また見てやってもいいかなと思っていただくようでしたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またお会いしましょう。ありがとうございました。